RBC チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。日本リスクマネージャー&コンサルタント協会が提供する YouTube チャンネルです。本日は当協会の会員で元検事の村上康俊弁護士とともに進めてまいります。村上先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。でリスクマネジメントジャーナルは、時事ネタから組織と個人のリスクマネジメントを考える番組です。私は当協会副理事長の石川恵子です。で先生、はい、今日のテーマに入る前にですね、はい、前回、撮った最後のところで下山事件のお話あったじゃないですか、はい、でそれで気になって調べたんですよ、はいはい、そうしたら NHK で放送されるっていうのを見つけまして、で今月の30日でしかも長いんですよ。30日の19時半からはドラマ編ということで、この下山事件、人生をかけて立ち向かった一人の検事の壮絶な戦いを映像化と、ドラマ編と、あと後半は、同じ日の後半はドキュメンタリーということで、まあ、極秘資料から姿を映し出すということで、日本立てになってるんですけど、これグッドタイミングだなと思って。本当ですね、たまたまだと思うんですけどね。はい、楽しみだなと思いまして、先生も多分ご覧になりますよね。もうそもそもです、はいはい、なんか偶然ではありつつも、検事がね、主人公ということなので楽しみにしております。なんか NHK の宣伝しちゃいました今日は。ということで、今日のテーマいきたいと思います。今日は、通称木原問題に関しまして、検察捜査の現状と展望ということになるようです。先生、こちらでよろしいんでしょうか。はい、木原問題、この2006年不審死した安田種雄さんの事件、2018年に再捜査されて、その際重要参考人となって取り調べを受けたのが現在の木原誠二衆議院議員の妻であるということから、通称木原問題と言われています。この捜査に関しまして、この捜査に関しまして、ですね、前回佐藤誠さん、当時2018年に再捜査をなさった佐藤誠さんが3月5日に陳述書を地検に提出したというところで、その陳述書の内容につきまして、内容というか、今なぜこのタイミングなのかということ、その効果についてお話しいただきましたけれども、この陳述書が提出されることによって、この後検察はどう動くのかというところについてお話しいただければと思います、はい、まずその前としてですね、検察捜査の現状がどうなっているのかということをちょっと私なりに推測したことをお話したいと思います。で、ご遺族が検察庁に行って担当検事とお話をしたのが確か12月の下旬ぐらいだったと思うんですけれども、はい、それで、本来順番から言うと、その事件性があるかないかっていうのがまず最大のポイントですから、死因がどうだったのかっていうことについて、その死体検案書を作成した医師であるとか、法医学者に対して複数名から話を聞きなさいと、こう私言ったと思うんですね。それで大体2ヶ月ぐらいかかるというふうに私は申し上げたと思うんですけれども、実はですね、担当している検事が前回申し上げたように本部事件係だったんですね。で、実はこの1、2月の間のその本部事件係のが関与している、捜査ってどんなものがあるのかということをちょっと調べてみると、今年の2月14日に、これ浅草警察署と捜査一課の事件なんですけれどもね、4歳の次女の娘さんに対して有害物質を投与して殺害したということで、そのお父さんとお母さん、ご夫妻がね、逮捕されたっていう事件が2月14日にありました。で、これについては、3月の6日に一旦処分保留で釈放になって、今度は、このご主人の夫のお姉さんを殺害した容疑ということで、またこのご夫妻が再逮捕されたと。で、これの身柄満期っていうのが大体3月の末、下旬というか末になるんですけれども、2、3日前の報道によると、このご夫妻については、その最初の事件と、
2番目の事件と合わせて精神鑑定の関係で、鑑定留置の請求をするということが新聞記事で出ていました。ということはどういうことかというと、まあ、本部事件係はこの2月14日に逮捕した、この一連の事件ですね、この捜査に謀殺されているということは言えるわけです。それで、前回申し上げたと思うんですが、2月19日に捜査一課長が変わったと。じゃあなんで2月14日にこの今回の事件について逮捕したのかというと、大体警察はですね、その捜査一課長が変わるときに、最後に、その、まあ、こういう事件をやったんだっていうことで、なんていうんですかね、一つその打ち上げ花火っていうか、なんていうか、要は強制捜査をして、新しい捜査一課長に変わると。はい。いうふうに、まあ、するのが常なんですね、大体。だから、おそらく、捜査一課の方から、2月15日に課長が変わるんだけれども、その前になんとかこの事件、強制捜査させてくれという、おそらくリクエストがあったんじゃないかと思うんです。リクエストがあった。検事に対して。ああ、検事に対して。本部事件係検事にね、はい。で、おそらく本部事件係検事っていうのは、まあ、最初の事件だけでは、おそらくダメで、2番目の事件も含めてね、こう、日程をこう考える必要があるわけですから、そうすると大体4月1日に人事異動だっていうことを考えると、3月末に処理しなければならないっていうことをこう逆算していくわけですね。そうすると、まあ、警察が言ってる2月14日っていうのが、まあ、ギリギリのタイミングだなと、本当はもう少し時間をかけてやりたいんだろうけれども、2月14日がギリギリだなっていうことで、まあ、おそらくゴーサインを出して、2月14日に逮捕したと思うんです。ただその担当検事はもちろん自分が身柄も取り調べなければならない、参考にも取り調べなければならない、から着手報告であるとか処分報告だとかいろんな処分言を書いて、まあ上司に決裁を仰がなければならない、しかも東京高検であるとか法務省にまでいろんな文書を作ってね、捜査状況について報告しなければならないということになると結構謀殺されるわけです。そうすると、この事件だけでも大変な事件なんですけれども、ましてやその、今回の安田種夫さんの不審死事件について、同時並行で捜査するっていうことは、ほぼほぼ無理な状況だと思うんですね。そんなに人数が少ないんでしょうか。だって本部事件係って一人しかいないですから。一人しかいないんですか。だから今回のこの一連の浅草の警察署の事件については、まあ、場合によっては本部事件補助という担当、もう一人の検事いるんですけれども、その方と一緒にやってるか、あるいはどなたか応援、刑事部の中でね、応援検事を1名とか2名ね、まあ、なんていうかいただいて、一緒にやってる可能性は高いと思うんですけれども、ただいずれにしても、これと同時並行で、安田種夫さんの不審死事件の関係で、いろんな関係者、例えば法医学者の方から話を聞くっていうのは、ちょっとやっぱりなかなか難しいのかなっていうふうに思うんですね。一人なんですか？そうです。だからそう考えるとなかなか進んでないのかなっていう感じもするし、逆にその悪いっていうか、そのうがった見方をするとね、検事がその安田種夫さん不審死事件についての法医学者からいろんな事情聴取を聞こうとしているのに対して、まあそれをこうやらせまいとして捜査一課がこの浅草警察署の事件をね、やらしてくれっていうことで、こう、まあそっちをリクエストして やってもらったっていうことだってね、その考えとかないんだけれども、そういう可能性だってあるわけですよ。捜査一課から、検事、その本部事件係にリクエストをするっていうのは、本部事件係以外にもリクエストする先はいや、ないです。ない。ここしかないんですか？はい。捜査本部を設置されている事件は、強制捜査をする場合は、最終的に東京地検の本部事件係がゴーサインを出さないと、警察は強制捜査できないという、まあ、こういう、暗黙の了解でずっと来てますんでね。強制捜査をするには、警察は単独ではできない。まあ、単独ではできるんですけども、こういう重要事件の場合っていうのは、やっぱり収集した証拠によって、要は裁判でね、有罪にこうしなければならないわけだから、その証拠収集方向に問題があると困るわけじゃないですか。だからそういうことで、まあ事前に検事と連絡を密に取って、検事からいろんな問題点を指摘されて、それをクリアしてね、それで初めてゴーサインが出るという流れになるわけですから。裁判が前提だから。そうです。その書類に不備があるといけないから、検事に相談しながら証拠を集める。まあ書類に不備っていうだけでなくて、まあ証拠の収集のやり方とかはいろいろあるわけですのでね。だから、まあいずれにしても地検が、本部地検係検事が了解しないと、まあ、
逮捕ということはできないんですよね。それで検事がお一人で、まあ、検事は割と一人でアシスタントをつけながら、はい、動くっていうのはよくねドラマではありますけれども、一つの事件に検事は一人なんですか？そうですね、はい、でいずれにしてもこの浅草の事件を主任検事として、その身柄が最低2人いるわけですからね、うん、2人身柄を持って調べるっていうことはおよそ無理な話ですから、うん、まあ、どなたか応援の検事がついてると思うんですけれども、うん、まあ、いずれにしても今日ここでお話したいのは、そういう浅草警察署の事件がある関係で安田種夫さんの事件の関係についての捜査はこの2月の中旬ぐらいからほとんどできてないはずだということが言えると思うんです。ただ1月から2月の間に、まあ、その法医学者の関係の捜査がどの程度進んでいるのか、これは私も知る由がありません。ただですね、明るい展望とすればですね、確か週刊文春の記事にあったと思うんですけれども、その、確か東海大学の名誉教授になっている大野先生という、はい、まあ、非常に著名な法医学者の先生がいらっしゃって、その方が確か死体検案書の内容について、週刊文春の記者から取材を受けたんじゃなかったかと思うんですけれども、はい、その時に、まあ、自ら命を絶ったということはちょっと考えられないであるとか、うん、あるいはその薬物の影響で錯乱状態になって、自ら亡くなったということも、ちょっとなかなか考えられないみたいな確か、まあ、コメントが出てたと思うんですけれどもね。そうすると、少なくとも知見がこの大野先生に、まあ、意見書の提出を求めて、大野先生がこのような内容の意見書を書いて提出してくださるとか、あるいは知見の検事が、まあ、事情聴取して大野先生がこういうことをおっしゃるということになれば、やっぱり大野先生の見解って非常に大きな証拠になるわけですからね。そうすると、事件性がないとは、こう言えないと思うんですよ、知見の段階では、うんうんうん。そうすると、やっぱ大野先生の見解というのは非常に大きいということなので、そうすると最終的には事件性ありということで、知見の捜査は進んでいくんだろうなというふうに私は思うんですね。そうですか。はい。まあ、大野先生って非常に立派な先生で、私も沖縄で勤務していたときに、まだ大野先生が沖縄で勤務されていたときに、まあ、何回かそのお世話になったことある先生ですけれども。有名な先生です。まあ、いわゆるトリカブト事件っていうのが、はい、まあ、東京で起こった事件があったんですけど、はい、その時の鑑定をされたり、法廷で証言したのも確か大野先生だったと思いますけれども、非常にまあ、著名な先生なんですね。だからその大野先生が、事件性なしとは言えないんだよという形の意見書を出すということであれば、それを無視することはできないでしょうから、そうするとやっぱり知見は事件性ありっていう前提で捜査は進んでいくんだろうなということになると思うんですね。うん、それは1月のおそらく12月から、まあ、下旬ですからね。1月、2月、1月いっぱいと2月の中旬までにかけての意見書が提出されて、いや僕ねそれは難しいと思うんですよ。結局1月は記録を読んだりなんかしてて、はい、あるいはそのさっき言った浅草署の事件であるとか、はい、いろんな事件の相談も受けていてね、ちょっとなかなかその、まあ、なんとかな、進める捜査っていうのは難しかったんじゃないかと思うんですね。ですから、まあ、やっぱり4月1日の人事異動で新しく来た、その、本部事件係検事が、まあ、この事件の捜査を引き継いで、まあ、佐藤誠さんが提出した陳述書も元にね、はい、これから捜査を進んでいくんだろうなというふうに思うんです。これ変わるんですか？まあ、おそらく変わると思います。変わるんですか？おそらく。それで、問題はここからなんですけれども、警察はね、今まで事件性なしという形で送ってきたわけですよ。だけど、もし知見のその法医学者の見解かなんかの証拠に基づいて事件性ありということであれば、まあ、警察は動かざるを得ないわけですよね。だって事件性なしという前提が崩れるわけだから。で、カウンターパート、本部事件係のカウンターパート捜査一課ですから、はい、捜査一課、しかも新しく課長が変わってね、その被害者の無念を晴らすためにやらなきゃならないんだっていうぐらいおっしゃるような捜査一課長ですから、そうすると、もう警察の事件性なしという前提が崩れるわけですからね。で、やっぱりここで振り返らなければならないのは、じゃあなんで警察は大野先生から、ヒアリングするとか、大野先生に意見書を求めるようなことをした上でね、捜査を継続しなかったのかと。なんでそういうこともしないで、12月の上旬に、その、検察に送致しちゃったのかという。まあ、そのこと自体がすごく自然。おかしいよ。おかしいよねっていうふうに、知見だって当然に思うわけですよ。そうすると、
ここから先なんですけれども、やっぱり検察は、最終的に、その誰が、犯人であるのかということで、関係者の事情聴取を、に向けて進めることになると思うんですね。で、その捜査っていうのは、おそらく捜査一課を通じて、警察を通じて、やっぱり関係者の取り調べをすることにおそらくなると思うんです。で、警察はそれを拒むことはできないはずなんです。だって事件性があるという証拠になってるわけだから。まず、だからそういうことになると、まあ見通しとすると夏ぐらいまでの間には、まあある程度取り調べ、まあ参考人の調べであるとか、はい、をしてですね、まあ夏ぐらいをめどに、ある程度、まあ、犯人が誰かっていうことも絞り込んだ上で、まあ、強制捜査ができるかどうかということの検討にね、進むんだろうなというふうに私は期待したいんですね。強制捜査はその後ということですか？まあ、ちょっと夏までっていうのは若干、期間的には厳しいかもしれませんけれども、はい、でもそのぐらいの時間かけてやるよという感じには私は思うわけです。で、そもそも石川さんは振り返ってみてください。この事件っていうのは、警察庁の長官の7月の発言ですかね。7月13日に警察庁長官が事件性がないと公式会見で発表しました。はいはい、警察の立場からするとね、あんな発表しない方が良かったわけですよ。うん、そう、私もそう思います。もうなんでこんなことを、そう、しかも文春で報じられてるだけの段階で、はい、慌ててやったように。思いました。発表しなければよかった。あるいは、この12月の上旬も送致しなければよかったわけです。まだ犯人がよくわかりませんと、塩漬けにするということであればね。だから結局なぜあの段階で警察庁の長官が発表したのかっていうことになると、やっぱり何らかの警察庁の長官なのか、警視庁のどなたなのか、誰かわかりませんけれども、結局その何らかの自分たちの利益、目先の利益にとらわれてしまって、まあ検察のことをおざなりにしてね、やってしまったっていうことで、これが実は逆に大きな穴を開けてしまったと。おかしいよ、不自然だよねっていう大きなその穴を開けてしまったっていうふうに思うんですね。で、警察はまあ組織であったとしても、必ずしも組織の下のものっていうのはみんな納得はしてないわけですよ。納得してないからこそ、文春のものに対してこうリークした人がこういるわけであって、結局その、まあ、捜査員というのは組織を守るためには頑張りますけれども、逆に組織は個人であるとか被害者を必ずしも守らないという現実もあるわけですね。まあ、そういうことをやっぱり考える必要があると思うんです。そうすると、佐藤誠さんがこの間陳述書を出した後で、まあ、おそらくいずれは、まあ、地検から取り調べを受けると思うんですけれども、やっぱり前回のチャンネルで申し上げたように、佐藤誠さんには虚偽公文書作成罪のことと、同行使罪についての告発をね、ぜひお願いしたいと。これはなぜかというと、元捜査官が警察の作った書類について嘘がありますよと。これを使いましたよと告発するということは、これは、かなり大きな意味があるわけですよね。勇気いりますよね。元警察の方が自分の組織に対して、ね、まあ、そもそも自分で会見、反論会見やってるから、はい、そこで対決する姿勢はあるんですけども、はい、虚偽公文書作成っていうことになったら、うん、まあ、相当ハードル高いようにも思いますか？で、これも私前々から申し上げてますね、けれども、その虚偽公文書作成罪の告発ってのはどういう意味かっていうと、捜査を、まあ、知見を騙したと、検察を騙したと、そういうことになるわけです。つまり嘘の書類をね、作って出したということは。検察に対しては非常に大きなアピールにはなるということです、ね。それで、まあ、その虚偽公文書作成罪の文書っていうのは複数あると思うんですね。その、今回の送致した送致書もそうですけども、その中にある総括報告書であるとか、いろんな報告書が複数あると思うんですけれどもね。だからその虚偽公文書作成罪っていうのは複数、あって、当然その作成のその年月日も違うわけだから複数あると。しかもそれを行使するときは、まあ一個の書類として、一つの書類で行使してますから、まあ行使は一つになりますけれども、虚偽公文書作成罪というのは複数あるわけであって。その対象となる文書が複数あるということですね。そうそうそう。で、それは佐藤誠さんが見ればね、ある程度こうわかると思うんですけれども、ただ少なくともその、虚偽公文書作成罪の告発があればですね、まあ、地検はやっぱり捜査をすると思うんですね。
で、最終的にこの事件というのは非常に捜査が難しい。物証と犯人との結びつきがどうかというのは非常にもう年月も経ってわからないから、場合によっては最終的には、まあ、捜査を尽くした上で嫌疑不十分になる可能性はやっぱりあるんですよね、はい。そうするとこれで終わっていいのかということは当然知見も考えるわけであって、そうすると、まあ、警察による不正、ごまかしということに対して非常に当然検察庁は嫌悪感を抱くわけですから、そうするとそのことについて一体なぜ誰がどういう形でこんなことをしたのかということの解明の方にやっぱり舵を切ると思うんですよ。で、その辺はね、捜査一課とか現場の警察官はよく分かってることだと思うんだけれども、それがやっぱりどうしても警察庁という役人の人は知見のそういう気持ちであるとか存在ということについてやっぱりよく考えてないからああいう発言になったり、まあ、長官のような発言になっちゃったと思うんですよね。検察を軽視してるという。私はそう思うんですよ。なるわけですね。まあ、ちょっと甘く見てるってことですか。ええ、だから私は、まあ、検察は送りなさいと。あなた方結構騙されてんだよと。ただ今回だって事件性なしという形で書類が送られる。おそらくこれ捜査すれば、さっきの大野先生から聞ければ事件性ありということになるわけで。その段階でもう警察から騙されたと。なんでその大野先生の事情聴取してないんだということになるわけであってね。そうすると、やっぱりその辺について、いずれはしっかり地検側の方で、その虚偽公文書作成罪、どうこうした罪については、警察にあまり介在させないでね、地検の方で、まあ内定捜査を進めて、最終的には、その神奈川県警の警察官の盗聴事件と同じように、地検がね、その大塚警察署であるとか、場合によっては捜査一課長、はい、捜査一課とか、あるいは警察庁になるかは分かりませんけれども、まあ、捜索差し押さえ令状に基づいてね、強制捜査に入って、まあ、いわゆる通称ガサと言われるわけですけれども、はい、そういうことになる可能性だって大いに私はあると思うんです。結構知見の検事って正義感がありますからね、特に警察に騙されたっていうのは、これやっぱり相当許さないと。この間のあれもそうじゃないですか、公安事件ですか、大河原学校ですよね。はい、なんだっけな。ちょっと。はい、大河原学校だと思いません。あれだって言ってみれば、はい、公安の警察の精査の捜査とか証拠について、まあ主任検事がある意味で言うと騙されて、それに気がつかなくて、まあそれに乗っかっちゃったっていうことが原因なわけですからね。まあそういうことを考えると、なんていうかな、まあ、私はある程度展望としては開けてくるんじゃないかと思うんですね。だから、まあ、たまたま今度 NHK で下山事件の番組がありますけれども、結局、その下山事件でも、知見のその疑いというのはずっとあったんだけれども、結局それは生かされてなかった。その、悔しいね、検察の気持ちの DNA っていうのは今の検事だって引き継いでるわけですから、何ですか、今度の番組はその、今度の番組は、検事の壮絶な戦いを映像化、人生をかけて立ち向かった人、検事の壮絶な戦いを映像、人生をかけて立ち向かった一人の検事の壮絶な戦い、まあ、これはおそらく当時の主任検事の布施さんだと思うんですけれども、今回のね、その安田民夫さんの事件の不審死事件の主任検事となるね、まあ、4月1日から来る主任検事となる検事も、この壮絶な戦いをね、ぜひね、こうやっぱりやってもらいたい。これはやっぱり検察の DNA、だと私は思うし、まあ、やっぱり、その辺はよくよく考えて、国民の意見もありますからね、やっていただきたいなというふうに思います。でちょっと少し戻るんですけれども、はい、虚偽公文書作成に関して、まあ、いくつか書類があるとは思うんですけども、佐藤誠さんの立場だと、もう辞めちゃっているから、その文書とかないじゃないですか。わからないじゃないですか。はい、でそういう場合って、どう、手元にないんじゃないかなと思うんです。そういう場合これも前回申し上げたと思うんですけれども、いずれ佐藤誠さんが知見から事情聴取を受けると思うんですね。はい、その中で、まあ、その虚偽性についていろいろ話すと思うんですよ。うん、その時に知見の検事がどう判断するかですね、うん。こういう書類をちょっと見ていただけませんかというふうに、佐藤誠さんに見てもらえるように知見の検事が、うん、
動いてくれればいいんだけれども。見せたりするもんなんですか、そうやって。まあ一応やっぱ捜査ですからね。捜査ということでね。まあ元警官でも、警察官でもあるから。で、あるいは佐藤誠さんからこう見せてもらえるような形をね、こう検事の方にこう言ってもらえるかどうかわかりませんけど、で、それに対して検事がなかなかそこは動かないということであればね、その後でじゃあ告発しますよみたいなことを言うか、あるいは実際告発に踏み切るかとか、で、地検の検事から見せてもらうんであれば、その中でね、どれが虚偽だということもわかりますから、まあ告発に向けてね、まあ検事から、まあ、告発したいんだけど、じゃあいつ頃どうするやるかとか、まあその辺のいろんなやり取りになると思うのでね。まあ、あと捜査してるから、自分で手書きでメモしてる可能性もありますよね。だから少なくともその事件性ないという形で、今回の総合捜査報告書と送致書が作られたということは言えると思うんだけれども、プラスアルファとして、佐藤誠さんがその今回の捜査から外れた後の警察の書類にどういうことが書いてあるの、例えば、はい、私言ったじゃないですか、毎年1回警察から、地検の方にね、今年1年間こんな捜査したっていう報告書が来ると思うんだけれども、その中になんか嘘のことが書いてある可能性もあるわけだからね。その辺について、まあ、もし事実と違うというか考えられないことがあるんであれば、その辺も含めてね、告発の事実の中に入れていただければなというふうに思うんですけどね。そうすると次の、ポイントになるのは、検察が佐藤さんを、取り調べをする、陳述書を提出してもらった上、ただ単にもらうだけじゃなくて、しっかりまた、話を聞くっていうことが次はあるはずということですね。順番からすると、やっぱりその法医学者に対する地検の検事の捜査っていうのは先になるわけですから、これが大体、何もなければね、まあ、5月末ぐらいまでにはある程度、目星がつくかなというふうには思うんですけどもね。そうすると、佐藤さんは5月とか6月ぐらいに話を聞くようになるんでしょうかね。そうですね。と私は思いたいですけどね。必ず4月から非常にこう加速度的に捜査が進むんじゃないか、ね、ということを先生は期待してらっしゃる、で、あんまりその動きがないんであれば、これも前回申し上げたように、5月ぐらいのタイミングでもいいですからね、佐藤誠さんが少なくとも今回の送致書とか総合報告書のことについての文書に限定しても結構ですけれども、虚偽公務執行妨害罪と同行使罪で告発すると、それを地検の方に提出するということでいいんじゃないでしょうか ね、あとね、動きがなければね、自分へのヒアリング事情聴取がなければ、また自らアクションを起こすと、で、私は何度も言いますけれども、この虚偽公文書作成罪同行使罪ではやっぱり末端の捜査員については一応司法取引適用対象犯罪ですから、司法取引を適用して、やっぱり一番大元のものをね、しっかりそのもし刑事責任が問えるんであれば、その方について焦点を絞ってやっていただきたいなと、こういうふうに本当に強く思いたいです。要するに司法取引の対象になるのは文書を作成した人。そうですね、そうですね、送致の文書なり捜査の時に、いや、実行行為をしたということになると、書いた係長であるとか、あれ文書を送ったということであると、その大塚警察署の署長さんとかね。いずれにしてもいろんな人がいるでしょうから、一応みんなその共同正犯ということになりますのでね。その辺の事情聴取を進めながらね。司法取引の適用対象犯罪としても、ちゃんとした証拠が、その当該対象者が出せないんであれば、司法取引は適用できませんけれども、別に司法取引を適用しなくても結構ですけどもね、しっかりした捜査をして、誰か指示してるっていうことが明らかになるんであればね、そこを明らかにして、刑事責任をぜひ、追及してもらいたいなっていう感じがしますね。では、動きとしては4月、5月、そして、夏ぐらいまでに、そうですね。展開があるだろうということです。おそらく地検は一人、やっぱり主任検事一人では無理だと思いますから、刑事部の中でやっぱり何人かの応援の検事をもらってやるということで。今日の話、そこが一番私ショックなんですけど、たった一人でやってるんですかって。なんとなく応援検事もらうとすると、強制、もし本当に強制捜査をやるっていうことであればね、9月ぐらいかなっていうね、私の経験に基づくバクッとした、その、感じで言うとですね、その強制捜査っていうのは、あれですよ、その今回の安田種夫さんの不審死事件の
犯人の関係での強制捜査ということですけれども、うん、そうでなくて虚偽公文書作成罪の方で行くっていうんであれば、まあ、それも同じぐらいのタイミングでね、夏ぐらい、あるいはもうちょっと早い7月とか8月ぐらいの時点でやってもらいたいなと思いますね。まあ、じゃあ展開としてはまあ2通りあって、そうですね、まあ、この2006年の安田太郎さんの事件の犯人追及と、あとはこの、まあ、ちょっといい、まあ、いい加減な捜査をしたというか書類を作ってしまったという方の事件と両方あると、はい、だからどっちを優先してやるのかっていうのはそれは分かりませんけど、ただ虚偽公文書作成罪同行使罪の捜査の過程のね、その中からその今回の安田太郎さんの心身事件のこう実態が見えるということもあるでしょうから、うん、まあ、そういうことから考えるとプライオリティはどっちが先かといったら、うん、まあ、虚偽公文書作成罪同行使罪の方の捜査が先で、だかといってそれが安田太郎さんの心身事件の捜査をおざなりするということじゃなくて、究極の目的はね、その心身事件の犯人が誰で、うん、なんでこんな捜査になったのかと、それは、うん、もともと発生の時点からおかしな捜査してるわけですからね、はいはい、まあ、その辺も含めて解明ができて初めて、安田太郎さんの心身事件の犯人が誰かっていうことが分かるんじゃないかと思うんですよね、まあ、はい、確かにそういう、あ、そういうやり方もあるのかって結構今日はあの、まあ、目から鱗っていうか、まあ、犯人追及そっちじゃなくて、むしろあのどうしてこのようなあの捜査の仕方になってしまったのか、まあ、要するに2006年に捜査して2018年に再捜査して、まあ、今回明らかになったけども、またそこでもちょっと捜査したかどうか分からない状況で、はい、まあ、再捜査みたいな形になってしまってる、まあ、捜査自体が歪められてしまってるっていうところがを焦点にして、そうですね、だから一番のポイントは大塚署の方で、なんでその捜査一課とか本部の鑑識に連絡をしなかったのかと、それとその、まあ、犯行の当日か前日になるか分かりないんですけれども、その Z っていう人ですかねが警察に行って、なんかその自分の娘が DV にやってるという相談をしたと、これが一体どんな相談でどう対応したのかっていうことについてね、まあ、その辺の証拠がどうなってるのっていうことが私は結構大事なことなんじゃないかなというふうに思うんですよね。大塚署の対応がそもそもどうだったのかというところをしっかりと検証する、はい、まあ、捜査するというか、はい、調べるところからスタートすると事件の本当の姿が明らかになる。私はそう思いますね。だからその再捜査の時の問題、つまりだからできないわけですよね。佐藤誠さんが途中でそのなんか捜査が打ち切りになっちゃったっていうその辺の問題もあることあるんですけど、もともとの事件発生当時の捜査がなんであんな捜査になったのかと、そこがやっぱり肝心だと思うんですよね、まあ、だから警察そのもので捜査するのが難しいかもしれないですよね。そうですね、だって自分たちがまあミスした可能性があるわけで、何らかまあ、自分たちの考え方なのか何かを隠蔽するためなのか分かりませんけれども、まあ、そうすると警察では無理だからやっぱり検察が乗り出してって、この問題の本当の、まあ、真相、まあ、どこにあるのか、どこに問題があったのかというのをしっかり調べることが、はい、再発防止につながるということになりますよね、はいはい、まあ、それがやっぱり検察の役割だと思うんです。そうですね、だからそこをやっぱり原点に立ち返ってね、よくお考えいただいて捜査をやってもらいたいっていうか、おそらくやってくれるだろうというふうに私は期待したいと思います。わかりました、まあ、検察に期待していきたいと思っております。今日は非常に明るい展望というか、なるほどそういうふうに進めていくのかということで、まあ、新たな発見がありました。さすがです、村上先生、いつもいろんな視点でお話をいただいております。今日はということで、今日は木原問題、通称木原問題、検察捜査の現状と展望テーマにお話をいただきました。ありがとうございます。いや、とんでもないです。